はい、こんにちは。レトスの小野です。今回なんですけども、宅球業法について、9割以上、できれば満点取りたい方に対して、少し細かい部分を解説していこうと思います。実際の本試験で出題されそうな内容なので、ぜひ知識をつけて、9割以上、できれば満点取っていただければと思います。そして弊社レトスは、宅球について個別指導を行っております。これまで1000人以上の方受講していただいて、 4年連続で7割超えの合格率も出した実績がありますなぜそのような高い合格率を出すことができたのかそれは理解学習理解をしながら学習をする勉強法を受講者さんにお伝えしたからなんですね理解ができれば達研試験は1回で合格できる資格なんで次はぜひあなたに合格していただきたいと思っております個別資料はこの下の概要欄に URL 貼っときますのでそちらからぜひご確認くださいそれでは本編の解説をどうぞ 今回、免許の条件について具体例解説させていただくんですけども、今からお伝えをする内容、おそらくある程度勉強したことがある方は、まあ、知っていると思うんですね。まあ、何を知っているかっていうと、ここに書いてある条文の内容です。これは、宅建業法3条の2の内容なんですけれども、国土交通大臣、または都道府県知事は、宅建業の免許に条件を付し、およびこれを変更することができる、まあ、この条文の内容なんですね。 まあこれどういうことかというと国土交通大臣または都道府県知事っていうのは、まあ、簡単に言えばこれもう免許権者って考えてください。宅建業の免許を与える人ですね。まあ、この人は免許を与えるときに条件を付けたりまた条件を変更したりすることができるんですよっていう内容なんですよ。で、この条文については宅建試験でもよく出てくる内容なんですね。なので、まあ、この条文知っている方は まあ、あおおよそ問題解けると思います。ただ、この条件ってどういったことを言っているのか、これまで理解している方ってあまり多くないんですね。なので、まあ、今回はこの条件について深掘りして解説していこうと思います。例えばなんですけれども、免許の更新にあたって、過去5年間の宅地建物取引の実績がないものに対し、 免許取得後、1年の事業年度における宅地建物取引業の取引の状況に関する報告書を当該事業年度の終了後、3ヶ月以内に提出することとする条件、これが具体例です。これまず免許の更新にあたってということなので、まあとりあえず免許を受けて5年経過しましたよ。で、その際に更新の申請がされますよね？で、更新申請されたんだけども、この業者？ このはじめに免許を与えてからの5年間、宅地建物取引について全く実績がないと。まあそういった場合の話です。免許を与えたけれども、何の取引もしていない。つまり媒介もしていなければ、物件を仕入れる。つまり宅地建物を購入する契約もしていない。また、宅地建物を売る、売却することもしていない。まあそういったものに対して、まあ更新しますよと。 更新はしてあげるけれども、更新をした後の1年間の事業実績。これを事業年度の終了後3ヶ月以内に報告書を提出してくださいよ。というふうな条件をつけたりすることができるんですね。事業年度の終了後っていうのは、まあ、決算が終わった後ですね。決算月のその後3ヶ月以内に報告書を提出してくださいよと。 免許の更新しました。更新してから1年間、どんな取引をしたのかっていう、取引実績に関する報告書を提出してくださいよっていうふうな条件をつけることができるっていう話なんですね。で、さらに、宅検業法の66条の1項6号では、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、または、引き続いて1年以上を事業を休止した時、この時っていうのは、免許取り消しになるんですね。免許取り消されます。 つまり、ここでこれ条件与えますよね。条件を与えて、あれ、1年間これ取引していないぞと言った場合、ここ、引き続いて1年以上事業を休止していた時、これに該当するんじゃないかと。まあもちろん書面だけではなかなか判断はしづらいですね。まあ実際に事業を休止していなくて、まあ取引しようと思ってたけれども、取引できなかった。まあそういったこともあるので、まあ一概に、 更新した後1年間、全く取引実績がなかったから、まあ、必ずこれに該当して免許取り消されるってことはないけれども、事情によっては、これが適用されて免許取り消しされる可能性はありますよと。まあ、言った話です。まあ、少し深い内容まで入っていったんですけども、今回は66条1項6号の内容も勉強しましたし、3条の2についても勉強できたので、まあ、2つ勉強したことになりますね。 ま、この二つ、試験でも問われる部分なんで、一緒に頭に入れておくといいと思います。そして、弊社レトスは、限られた時間で試験に臨む方が、暗記に頼らない理解学習と、ワントゥーワンの丁寧な勉強の進捗管理サポートで、無理なく、無駄なく、悩むことなく、卓研合格を勝ち取る個別指導を行っております。これまで、1000名以上の方に個別指導を受講していただき、 4年連続7割超えの合格率を出した実績もございます。もしあなたが忙しくて勉強時間が取れない、暗記が苦手、勉強が続かない、もしこんなお悩みをお持ちであれば、個別指導をご利用ください。これらの悩みを解決して、宅見合格に大きく近づいていただきます。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。もう年末となって、来年は絶対合格しよう。そう思っている方も多いと思います。 年始から気持ち新たに勉強を開始するために、この年末から個別指導をご利用いただければと思います。今からであれば、あなたに来年合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。あなたの受講をお待ちしております。レトスのオノでした。